どうも、ウーコンです。今日はサポートアイテムの違いがわからない皆さんに、猿の私が猿でもわかるぐらいわかりやすく解説していこうと思います。エクー！危うく明らかに暴言言いまくりそうな猿に動画を進行されてしまうところだったよ。サポート適正つけてから出直してきてほしいね。今日解説していくのはサポートアイテム、ワードアイテムの使い分けだよ。サポートアイテムは現在ワールドアトラス以外存在していなくて、これのクエストが完了するとこの5個から1つ選ぶ形となっているね。なお進化途中のアイテムもあるけどそれは重要ではないので割愛。まずはこれら5個のスタッツから話していくよ。スタッツは全部共通で蒸気のようになっているよ。たまに勘違いしてる人もいるけどスタッツは全部同じです。効果が違うだけなので注意してね。そんで全部順番に解説していくんだけど、その前に早見表を出して大体のイメージをつかんでもらおうと思うよ。それがこんな感じです。補足として AD とはセナ、アッシュ、バイクあたりのことだよ。少し時間を取るけど、じっくり見たい人はスクショなりして保存してね。では上から順番に解説していくよ。一つ目はセレスティアル、オポジション、なんか黄色いやつだね。これは敵チャンピオンから受けるダメージを2秒間軽減するという効果のアイテムで、終了時にスローも付与できるようになっているよ。昔のミシックアイテムであった王冠に近いイメージだね。基本的にはタンクが積むアイテムだけど、敵がバーストを出してくる構成ならエンチャンター等でも選択肢となるよ。汎用性が高く、負けてる時はこれにしておくと安定感が出るよ。高いシナジーがあるのはスローを敵の中心で負けるレル、アリスター、レオナあたりだね。ちゃんと欠点も語れよ。ちなみに支部で剥がれるという致命的な問題もあります。あ、補足として非戦闘時間とは敵チャンピオンと戦ってない時間のことなので、ミニオンからのダメージなどは大丈夫だよ。次はブラッドソング、赤いやつだね。これは一言で言えばシーンだよ。スキル使用後次の AA が強くなる、至ってシンプルだね。ただシーンと違うのはその次の AA に敵チャンピオンの非ダメージを増加させる効果がついていることだよ。なので敵にバーストを叩き込むことが可能となるよ。これは自身でバーストを出す場合と、チームで出す場合があるよ。例えばパイクやカミールといったアサシンキャラはこの追加ダメージを使って敵 ADC をソロキルする性能を持つこともできるよ。まあ敵陣に突っ込んで倒しに行く場合は仮に倒しても片道切符確定だけどね。タンクの場合は敵キャリーに CC をかけて動きを止めて、そこにバーストを叩き込んでもらう形になるね。ここまで聞くとめっちゃ強そうだけど、サポートって柔らかいので、普通に死にます。アサシンの機動力があるにしてもかすったら死ぬし、サポートのタンクは普通に溶けます。そして AA をスキルコンボに自然に組み込めないとやはり使いにくいよ。例えばアリスターは W 級から AA だけど、スキル使用時の隙が大きくて AA しにくいので運用が難しいね。なので AA 自体が CC になったり、AA しやすいキャラに向いているよ。レオナ、ノーチラス、ポッピーなどだね。あとはブリッツ。そしてアサシンや ADC サポートもこれだね。結論として積極的に戦う時に強いアイテムなんだけど、このアイテムについては少し統計を見る時に注意してほしくて、これまでの説明からもわかるように積極的に戦う時に強いアイテム、ということはチームが勝っている時に採用されやすいアイテムでもあるんだ。なので統計上はかなり勝率が高いんだけど、それはこのアイテムを選択する以前からリードを握っている可能性がある、という点に留意して考えてほしいよ。投げは簡単にまとめろ。試合が勝ってるか五分五分の時に積もう。続いて視点の反り、イカ反り。拡大してみるとちゃんと反りだね。これは移動妨害効果を与えると自身と味方の体力を増加、回復、し、減衰する MS を獲得するよ。ちなみに回復と増加の違いは重傷を受けないという点なんだけど、これについてはわかりにくいので検証動画をつけたよ。ついでに移動妨害効果にサイレンスは該当しないことも確認してあるよ。スネアになった時、ソラカとダミーの HP が50増えていることが確認できるね。またサイレンス発動時は変わってないので、サイレンスではダメということも確認。じゃあ戻って、ソリはある意味一番サポートらしい、アイテムだよ。口述のドリームメーカーも味方にバフするアイテムだけど、回復と MS 付与は唯一無二だよ。そしてソリの特徴は発動のしやすさが挙げられるよ。スロー以上の CC でいいため、ほとんどのキャラクターで発動させることができるね。ガレンは無理だぞ。そのためリリース当初は多くのチャンピオンが採用していたよ。しかしそのせいで大きくナーフを受けてしまったアイテムだ。まず CD が30秒、これは長すぎる、あまりにも厳しい。そしてもらえる効果も数字としては少ない。敵のオールインを直撃で受けた場合、最初に説明したセレスティアル、オポジションの方が明らかに軽減する数値は大きいし、CD も短い。また味方にも付与できるとはいえ発動タイミングを選べるものでもないので、なかなか運用が難しいよ。運用は難しいとはいえ、シナジーがあるキャラにとってはまだまだ強力だよ。例えば簡単にスローを付与できるジリアン、スキル全部で発動が可能なマオカイなどはいい選択肢だね。他にもタムケンチなど、MS 上昇が美味しいチャンピオンも採用するよ。
使い手を選ぶので、細かい疑問点はコメント欄で聞いてくれればお答えするよ。次はドリームメーカー、バンドルしての就寝時の仲間らしい、かわいいね。これは明らかにエンチャンター向けのアイテムで、味方に体力回復かシールド付与で2つの効果を付与するよ。1つ目が次受けるダメージの軽減、ミニオンからのダメージは対象外なので安心していいよ。次が与えるダメージの増加、いずれもレベルスケールで数値が上がっていくよ。エンチャンターは ADC に張り付く性質上、比較的レベルを上げやすいので、レベルスケールという点ではソリより使いやすいね。CD も短く、エンチャンターならこれが基本、アサシンが多いならセレスティアル、オポジションと選択だね。このアイテムの欠点はやはり自身には何も効果がないことだよ。エンチャンターの欠点として自身が狙われてしまう点があるけど、その欠点への回答はないのが難しいね。また味方が弱いと何も意味ないね、バフする先がいないので。でもこれはエンチャンターの性質であって、このアイテムに限った話ではないので別に欠点かと言われると違うような気もするね。ということでこのアイテムは、エンチャンターアイテム、としか言えません。基本的に積むのはルーやソラか、ユーミなどだね。あとはタリックも積むらしいです。統計サイト見て知っただけなのでこの件への質問はお受けできません。あらかじめご了承ください。無責任なやつだな。殺すぞ。最後はザクザクのレルムスパイク、イカザクザクだよ。なんやねんこの名前、見た目はボイドみたいなやつだね。あらかじめ言っておきますがこのアイテムはゴミです。ただの命中用アイテムです。効果は敵にスキル命中時に追加ダメージ、ダメージは最大体力割合がついていて火力の保証があるよ。必中の彗星みたいなもんだね。範囲攻撃でもあるよ。これもわかりにくいので動画付きです。どうぞ。このように奥のダミーにもダメージが入ってることからわかるように、範囲攻撃となっているよ。なお2体に当てても発動は1体だけ、このぐるぐるは発動ディレイが 0.5 秒しかないので事実上必中だね。これでイメージはついたかな。そんでこのアイテムの問題は唯一 AP 割合でスケールするアイテムなんだよね。つまりビルドを積んでスケールするってことだよ。これはサポートと非常に相性が悪い。なおブラッドソングは基本 AD、つまりレベルスケールなので注意だよ。一応最大 HP 割合があるので、サポートアイテムとしての完成度は悪くない。言い換えれば唯一レベル以外のスケールがあるアイテムとも言えるね。なお味方へのバフ要素は一切ないし、サポートの欠点である脆さも補強できない。自分がキャリーの気持ちがないと話にならないね。なので積むのは明治サポート組、カルマ以外は完全に自我モリモリサポートとなっております。まあソロ級なんて自分でキャリーしてなんぼなので、自信ある人はどうぞって感じだね。ということで今日の動画はここまで、あまり省かないで説明したつもりだけど、疑問点あればコメントください。ドルの動画を今後どうしていこうか模索中なので、リクエスト等も受け付けてます。ここまでのご視聴ありがとうございました。